バラエティをやってアナウンサーにとってプラスになることは何もないと当時思ってましたから。マミさんはバラエティに飛ばされるって感じじゃないですか。ね、制作部に飛ばされたと思いました。なんで報道部に行かせてくれないんだ俺をっていう。それは何、その思惑と違ってよかったですか。まあ、いや、まさしくなんかあのなんかまさしくこの方は闇なんですよ。マミさんにはそれない。佐藤真美さんでございます。よろしくお願いいたします。佐藤真美です。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。佐藤真美さんといえばね、まあ、HTV のアナウンサーというよりかはもう各地で放送されているおにぎり温めますか、初代、MC みたいな感じで ね有名でございましょう。16年 MC やらせて、16年、はい、我々もなんかちょっと旅をしてなんかラーメン屋さんに入ったらなんか色紙があったでしょ。ありますね。だいたい私 ねびっくりしますね。見ますね。美味しいお店には必ずありますから。でも16年も大地味さんとね、はい、そういう一つの番組はやられてたわけですから、そうですね、我々よりも会う頻度は全体的に高いわけでしょ。もうそれはあの番組月1ぐらいの、いやもう番組始まった当初は週1でロケしてましたから、うん、毎週、はい、毎週月曜日、毎週月曜日がロケの日で、うん、ちょっとじゃあ、 あの美味しいお店行こうって言って行ったら大体月曜日が休み で大泉さんがいるとお店が休みだっていう定休日の法則みたいなのがその時にできたんです。その時にできたんです、はい、それもでもあちこち全国最初から行ってましたもんね。ね、最初は行ってないですね。で商品開発をしてましたから。あーローソンさんの、はい、そうか、全然携帯違ったんだ、はい、そうですそうです。確かにね、同じ局内でありながら、うん、実はおにぎりあんま見てないところがありますね。そうですね。マミさんそれほどどうでしょう、知らないって。見てなかった。見てないです。だからもう入社したらやっぱり自分のことで精一杯なので、ね、まあ、もうとにかく毎日発声練習をしてニュースの下読みをして練習をして先輩たちのニュースを聞いて、ニュースとか情報番組っていうようなそこに軸足を置いていたので、バラエティをやってアナウンサーにとってプラスになることは何もないと当時思ってましたから。マミさんはアナウンサーを見てるから、つまりそのバラエティに飛ばされるって感じじゃないですか。ね、だからあそこだけは行きたくないけど、そうですそんなに興味を持つはずもなかった、はい、夕方の情報ワイドの MC をやりたかったので、そっちですね、思考としてはね、はいはい、うん、それは私も同じでしたよ。なるほど、うん、制作部に飛ばされたと思いました。なんで報道部に行かせてくれないんだ俺をっていう。それは何で、東京の営業にあなたはいて、あなたは報道に行きたかった。報道に行きたかった。あ、東京にいるときは、東京にいるときは。いやだってローカル局でさ、あれもう、番組作るって言ったら制作部なんてありえないですよ。報道部ですよ。そうなんです。そうですよ。あなたはそのなんかこうなんか勢い込んでね、制作部にね、いらっしゃったのかとばっかり思ってました。いえいえ違いますよ。違いますよね。あの、なんで俺はこんなね、ビールだの飲料だののね、ポスターを撮ったパブリシー番組やんなきゃいけないんだっていう、なんかそういう感じでした。制作部なんてそんなもんでしたから。幸いにもモザイクな夜っていうね、あの月目やってたのがその2年ぐらい前に始まったんだよね。まあバラエティっていう路線はありましたけれども、バラエティがお嫌いだったら言えないわけでしょ。じゃあ全然嫌いじゃないですけど、自分で作ろうなんていうのは思ってなかった。でもご自身でも出てらっしゃったんですよね。それはね、タレントさんいらっしゃらないから、ね、当時の HTV は全員出てますよ。そうだから、それはやっぱり嬉野さんだって出てるでしょ。出てるって出てますけどね。まあそんな中でじゃあマミさんはあの飛ばされた感があって、ありましたありましたありました。もう泣きましたもん。泣いたんですよ。泣きました。あなたも泣いたでしょやっぱり。いや泣きゃしないですけど。でもなんか結局的あれじゃないですか。お二人ともあなたは結局その思惑と違ってよかったじゃないですか。いや、まさしくなんとかだ、ね、あのなんかまさしくもう本当にバラエティほどアナウンサーにとってプラスになるものはないと思います。今は本当にそう思います。結果としてね。アナウンサーをなんかこう超えてるところがあるじゃないですか。なんかなんかもうディレクターみたいになってるじゃないですか。企画全部作ってさ、もう自分で実演してね、やってるから、アナウンサーではない気がする。アナウンサーやってたんだけど、やれるしあれなんだけど。まあでも私にとってはそれがアナウンサーだと思ってやってきたっていう感じなんですよね。おお、うん、まあそれも含めて、含めて、はい。
あなたも今となってはあのローカルのね、の報道にね、うん、あのこう専念しなかったってことが、うん、やっぱり功を奏したってことがやっぱあるわけでしょ。まあまあでもどうなんでしょうね。いや僕それはそれで、僕はそう思います。あなたいつもそう言う。それはそれで。まあ、うん、望んでいたわけではなかったっていうのはまあありありよね。望んでいたわけではなかったっていう選択肢っていうのは意外に広がるっていうことがあるんじゃないかってこと、まあそれはそうですね、的に思うっていう。そうですね。佐藤真美さん見ててもそうですね。そうでしょ。まさにこの人もそうじゃないですかね。もうかねてからね、本当にちゃんと見てみたいなと思ってる番組なんですよ。ああ、なるほど。気持ちがないわけじゃないよってことですね。はい、どこから手をつけていいものやらっていうところですよ。で今日私はね、あの、はいはい、存じ上げてますよ、このね、チャンネルが、うん、はいはいはい、初回山田孝之さんが出られて、はいはいはい、佐久間さんも出られてて、そうですそうです、はい、あの方だってそうです。やっぱりテレビマンとして見て、水曜どうでしょう、うん、こういうところはおかしいとかね、やっぱり言ってましたよ。で水曜どうでしょうは捨てるところだけで作ってるっていうね、うん、名言をね、もう急いで見ましたね、あの大至急見ましたね、いろんなものとりあえずね。やっぱり私がおにぎりをほとんど見てないのと同じで、なんか見ないですよね。なんかね、そのね、見てしまうとなんか文句しか出ないような気がして、逆にほら近しいから、なんかね、批判的な目で見てしまう自分が嫌で、まあ言うなれば大泉さんが出ている番組っていう自体をあんまりこう率先して見るっていうのが、ドラマとか違いますよ、今もう全然違うんですけど、うんうんうん、そういうのはやっぱありましたね。あ、そうなんですか。一発行こうよって見たことないですね。あの他のテレビマンの方が水曜どうでしょう見ないっていうのもよく聞く話で、うん、それはやっぱり作り手の方には確かにある。そうなんだ、うん、よくバラエティのディレクターなんていうのは他のバラエティ一切見ないっていう話はよく聞きますからね。なるほどなるほど。なかなかね、社内の人もそんなにそんなに、だってやっぱりさ、社内でさ、能天気にどうでしょう見て面白いって言ってる、ちょっとなんかお前もうちょっと仕事お前自分の仕事頑張れみたいな気分にならないわけでもないから、俺もね、まあ、だから真美さんもだからその多分おにぎりの大泉洋の方がいいわけですよ、きっと。どうでしょうの大泉洋よりは、うん、だと思うんですよ、うん、だからどうでしょう見てもやっぱりさ、おにぎりの大泉洋じゃないから、おにぎりの大泉洋を探すだけですよ、きっと。まあ、アフリカと一番新しい、まあ、ヨーロッパの、ヨーロッパ、はい、ヨーロッパで私が一番笑ったのはやっぱり嬉野先生が寝たっていうところですね。私が寝たってカメラ落としたところ、あそこはもうゲラゲラ笑いました、うん、ゲラゲラ笑いました本当に。やっぱあなたもそのテレビ局に勤める女としてね、カメラ収録中に落ちてっていうのはちょっと見たことなかったでしょうね。巻き戻してみましたもん、あ3回ぐらい。そうです、3回とも笑えた。朝9時ですよあんなに急に人って寝ます？本当ですよね、私もそうと思いました。びっくりしました、うん、そうですよ、全員がびっくりした。そうですよね、大泉さんもおって言いましたおって言いました、ガンって言いましたね、うん、この人には絶対勝てないなと思う部分はどんなところですか、なんていう。勝てない、勝てない、勝てないっていう風なことを考えたことないんですけど、うん、明らかにその違うっていうことは考えましたね、うん、そうですね、明らかに違う、 体質も違うんだろうと思うんですけど、うん、タイプを超えてそもそもあれでしょ、うんうん、だから他人と比べるっていうことをしないから、そうですね、こういう質問がピンとこないんですよね。でもなんかやっぱり嬉野さんと話してると本当になんか私にないものをたくさん持ってるなっていうふうに思うので、だから比較しようと思ってないけど、そこがこう気づきだったりして、今日も実はトークショーでね、あのアナウンサーにとって大事なのは好奇心っていう話をしたんですけど、好奇心がない人だっているって言ってて、確かに確かに、そのアナウンサー、好奇心がないアナウンサーはそのままでいいんじゃないかみたいな話をされてて、そういうそのなんか視点とか私にないところ、そのままでいいじゃんっていう、なければなしでそのままで、うん、ね、そのままでいいじゃんってしょうがないと思う。そうそうそう、だからそれなんか好奇心がなきゃいけないって思わされた瞬間にえらい不幸だからね、ねえ、うん、それはだから俺もなんか嬉野さんに気づかされたというか、あのまず自分がね、がこうだっていうことをまあ認めてっていうのか、なんかそのまま受け入れて、じゃあ
じゃあ自分はどうすんのよっていう方をもうちょっと真剣に考えなさいと、自分に興味全くないものを、自分には向いていないものを、そこをなんか目指して努力するっていうことがどれだけ周りに迷惑かけるかっていうことですよね。おっしゃる通りね。それをでも自分は頑張ってんだから見てくださいよっていう、いや人間になってしまうとこれほど面倒なことはない。それはね、視聴者に何の得もないんですよ。そうですね、見てる方にもねっていう。だからそうすると確かにあのアナウンサーだったら もちろん好奇心があって、いやああいうところに行ってみたい、こういうものを食べてみたい、ああいう景色を見てみたい、いろいろあるでしょう。全く興味のない人っていうのも、でも一般の人って そこまで前のめりではないから、確かにそういう視点っていうのもある種必要だなっていうね。そしてなんか そういう新人にね、好奇心を持つべきだっていうね、訓示を垂れてる人がさ、そんなに好奇心ない人なんじゃないかなっていう。そうなの、そうなのことなんですよ。ね、だから そうなるとですよ、いやこの人には絶対勝てないなとか、そうそうそう、この人には負けてるなとか、そういう目で人を見たことがないっていうことなんですよ。ね、全くないんですよ。でもそれは嬉野さんの言ってたことと同じでしょ、自分がまずどういうものかを分かってれば、別にね、他人がそうであってもそれを認めるだけの話だから。俺としては楽なんだ。そうなんですよ、俺もそれと全く違うものを持ってるから、全然もう預ければいいの、ね、ポーンって預ければいいわけでしょ。そうです。それをさ、勝てないななんて思うっていうさ、もうそんなこと考えない俺、ね、いやでもやっぱり若い頃は考えますよ、同期のアナウンサーには負けたくないとか、アナウンサーって分かりやすいからね、分かりやすいです。同期が で番組でね、こっち例えばこっちが決める方だとしてね、マミ、さんと誰かってなった時に、じゃあその決めた理由って何かって言ったら、ただ単にほぼそうだね。そうですよ、そんな能力の差なんて見てないわけじゃないですか。そうなんですか。いやそうでしょ。他のところでもしあなたがね、その自分が希望していたそのワイドのね、番組のその MC になってたとしても、全然別に何の遜色もないとは思いますよね。そっちに行ったら行ったで多分ね、え、だから向こう行っても向こう行ったでね、もちろんその怪力ぶり発揮したんじゃないですかね。嬉しいことがあったらね、例えばもうついこう立ち上がっちゃうとかさ、そういうところはきっとあって、その泣き芸を発揮してたんじゃないですか。なんかいろんな悲しいもの、あのなんかニュースとかあったら次行きましょう、山美さん人間らしいみたいな感じで一気にこう MC として人気上がったんじゃないですか。いやそれダメですよ。でもそんな泣く MC いないですから、いやそこを切り開いていったんじゃないですか。でも間違いなく確実に泣いてたと思います。ずいぶん VTR 見ながらさ、最初は抜かれてるのを意識してんだけどさ、そのうち意識しなくなっちゃってはいなんつってさ、なんで勝手にストーリー作ってるんですか。いやだって単なる大食い自慢の女じゃないわけですよ。報道系のやつもなんか仕事やっとかなきゃいけない。いや報道系のやつはマミさんやった方がいいです。今から今からですか。今ありますよ。今からですか。それはね、MC としてやっぱりこう取り仕切るっていうことが彼女できるわけだから。いやできます。仕切るってことができる。それはできます。仕切り屋としてね、仕切り屋として仕切り屋として終わります。終わります。堂々と、まあまあね、あの夢でしたからね、夕方ワイドの MC っていうのはね、アナウンサーになった頃の夢でしたから。ちょうど年齢的にもいいんじゃない、はい、他局でとか、はい、報道っていうか、ね、あの報道の目あると思います。報道のなんか下から追い上げてきた UHB がね、佐藤真美を使ってですよ。でもね、真美さんの夢なんですから、私たちは応援しますよ。私たちはそうしたらもう UHB 見ますよ。勝手にストーリーが出来上がってる。でもそれはなんか楽しそうなストーリーですね。明らかにそれは戦争ですよ。戦争ですよ、もう、お互いもうなんかすごい企画ぶつけ合っちゃってさ、いやもう財界札幌あたりがね、来ますね、間違いなく。ある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 。なぜか盛り上がってる夕方大戦争、視聴率ではなく泣く回数みたいなさ、こういう見方。道内を盛り上げたいんですよ、やっぱりね。UHB か HBC の方はぜひね、これ見てたら、マミさんにお話をね。それをやってもらえれば、道内湧きますよ。道内湧きます。そうそう、道外もやっぱ気になりますよ。気になります、気になります、それは。今日はいいこと気づきました。いいこと言ったでしょ。フリーになって半年でコロナになったんですよね。2020年の春ですもんね、はいはいはい、先々まで意外とお仕事があったんですけど、それがもう全部一気になくなってしまって、そうなった時に
こう落ち込むかっていうと全然落ち込まなくて、今しかできないことやろうっていうふうに思って始めたのがタイ語学習なんですよ。タイに将来住みたいなと思ってて、ハーフ&ハーフの生活をしてるんですよ。タイでもお仕事ができたらなって思ってるので、それでこうタイ語をコロナ禍で始めたことで、なんかこういろんな夢が膨らみ、それをやっていたらタイの番組に呼ばれたんですよ、うん、でそこからなんかこういろんな扉が開いていってっていうので、もうちょっとこれいけんじゃないかと、はい、なんかちょっと楽しいことが起こりそうだなっていうので、コロナになったなって仕事はなくなったんだけど、うん、その分子供とこう一緒にいる時間が増えたりしたので、うん、もちろん感染予防とか、うん、あのご飯食べに行けないっていう部分でのマイナスはありますけど、うん、私自身は全然なんかマイナスの気持ちには全然ならなかったんですよ、ね。意外とその暗いことを考えてしまうとかっていう自分に全くなかったんだけど、たまにあるもん、なんかそういうものっていうのが全然思い当たらないんだよ、思い当たらないんだけど、いわゆるうつ病であるとかなんだとかっていうのね、うちの娘なんかよく知ってるから、なんでお前そんなこと心配してんのよみたいなことがよくあるわけじゃないですか。あの気持ちが少し分かってきた感じがあって、私があなたに興味が非常にあるのはね、あなたがね、なんかその抱えてる闇みたいなものをね、思うんですよ。今暗いっていうのはまだこの明るい月光かなんかが差してるんですよ。でそれでなんか輪郭が見えるっていうのは暗さなんですよ。この方は闇なんですよ。そういうものを持ってるからっていうのが私には非常に興味があるところなんですよ。それ分からないでしょ、分かんない。だからこの人は暗いのは大嫌いなんですよ。闇持ってる人はそんな方向でも向こうもならば引きずり込まれそうな気がするわけですよ、きっと。表現もだからその真逆の方に行くわけですよ。何かね、それがやっぱりこのコロナで、うわ怖い怖い怖い。マミさんにはそれない。いや分かりませんよ、まあ、男藤村女藤村みたいな言ってますけども、はい、そこのなんか対称性はあるんです、その闇のありなしみたいなところ。でもその